皆さん、こんにちは。私は昼の運動をします。この一言が、スポーツ界の人気者、稲村亜美の意外な一面を垣間見せた瞬間でした。神スイングの持ち主として知られる彼女が、まさかの性欲トークに参加したのです。今回は、そんな稲村亜美の意外な素顔と、彼女を取り巻く驚きの出来事について、詳しく見ていきましょう。稲村亜美といえば、その美しいフォームと抜群のプロポーションで多くのファンを魅了してきました。野球やゴルフなど様々なスポーツでその才能を発揮し、神スイングの異名を持つ彼女。しかし、アベマ TV の人気番組おぎやはぎのブステレビに出演した際、彼女の意外な一面が明らかになったのです。番組では、ブスだけどこんな時エイチしたくなっちゃいますというテーマのもと、セキララなトークが繰り広げられました。普段はスポーツ一筋のイメージが強い稲村亜美が、まさかこんな話題に触れるとは誰も予想していませんでした。そんな中、大久保さんから性欲はどうしてんの?と直球の質問を投げかけられた稲村亜美。彼女は、ないです、ないですと必死に否定しましたが、ブスメンバーたちの追及は止まりません。矢作健さんが、バッティングセンターだよなとフォローを入れても、ブスメンバーたちは、夜の運動をすればいいんじゃないですかとさらに踏み込んだ質問を投げかけたのです。この質問に対し、稲村は、私は昼の運動をしますと微妙な答えで返しました。この発言はスタジオを爆笑の渦に巻き込みました。普段は爽やかで健康的なイメージの稲村亜美が、こんな含みのある発言をするとは誰も予想していなかったからです。しかし、彼女の人間味あふれる姿は、多くの視聴者の心をつかんだようです。SNS では、稲村亜美さんの意外な一面を見れて面白かった、素直で可愛いといった好意的なコメントが多く見られました。番組ではその後も、他のブスメンバーたちによる赤裸々な告白が続きました。キャバクラ店員の大越さんは、ティッシュ配りをする際の妄想を語り、OL の宇佐舞さんは満員電車での妄想を披露。さらにバービーは長距離バスでの妄想を語り、スタジオは大爆笑に包まれました。これらの話題に対し、稲村亜美も時折うなずいたり、共感の表情を見せたりと積極的に反応していました。普段はスポーツ一筋のイメージが強い彼女ですが、この日は意外にも恋愛や性に関する話題にも抵抗なく参加している様子が見られました。稲村亜美の意外な一面はこれだけではありません。彼女は、交際相手は誰でもいいと語り、積極的に合コンを募集していることも明かしています。2022年8月、ラジオ番組ナイツのチャキチャキ大放送に出演した際、26歳にして彼氏がいないことを告白。出会いって求めなきゃないなって思いまして、と恋愛に対する切実な思いを吐露したのです。稲村は、今26歳なんですけど、出会いって求めなきゃないなって思いまして、この年で彼氏もいないですし、出会ったらみんな友達っていう枠になってしまって、恋愛感情というのが一切なくなっちゃうんですよ、と自身の恋愛事情について赤裸々に語りました。さらに、彼女は合コンへの積極的な姿勢も明かしました。合コンだと遠目の人を連れてきてくれるんですよ。ちょっとだけ仕事でご一緒したりとか、そんなに深く付き合っていなかったりとか、友達ではないけど顔見知りみたいな人に頼んで合コンをやっていますね、と出会いを求めて奮闘している様子を語りました。実際に、番組共演者のお笑いコンビダンビラムーチョに頼んで5対5の合コンを開催したこともあるそうです。しかし、残念ながらその合コンでも実りはなかったとのこと。稲村の恋愛への積極的な姿勢がうかがえる話でした。さらに驚くべきは、稲村の恋愛に対する考え方です。芸能ライターによると、稲村は男性へのこだわりについて特にない、何でもいいです、経済力とかも見ないですし、ただ暇であればいいと語ったそうです。これはかなりストライクゾーンが広いことを示唆しています。しかし、稲村亜美との交際にはある難敵が存在するようです。それは、元プロ野球選手の佐々木主浩との深い関係。稲村は、私と付き合うと
大魔神の佐々木和弘さんに会わせなきゃいけないと明かし、会わせると振られるとも嘆いていました。実際稲村と佐々木の関係は非常に親密であることで知られています。以前稲村は何か重要なことがあった際には佐々木に報告する必要があると明かしており、報告を怠ると雷が落ちると語っていました。このような関係性は稲村の恋愛にとって大きな障害となっているようです。これらの発言から稲村亜美の恋愛事情が意外にも複雑であることがうかがえます。神スイングの持ち主として知られ、多くの男性ファンを魅了する彼女ですが、プライベートでは意外にも悩みを抱えているのかもしれません。さらに稲村の恋愛観について興味深い点があります。彼女は出会ったらみんな友達っていう枠になってしまって、恋愛感情というのが一切なくなっちゃうと語っていますが、これは彼女の人柄や性格を反映しているのかもしれません。スポーツを通じて多くの人と接してきた稲村にとって、異性を恋愛対象として見ることが難しくなっている可能性があります。また暇であればいいという発言からは、稲村が忙しい日々を送っている様子がうかがえます。スポーツタレントとして多忙な彼女にとって、一緒に時間を過ごせる相手を求めているのかもしれません。しかし稲村亜美をめぐる話題は恋愛だけではありません。2018年3月10日、彼女は大きな騒動に巻き込まれることになりました。日本リトルシニア中学硬式野球協会関東連盟の開会式で行われた始球式で、稲村はおよそ1000人の中学生球児たちに囲まれ、もみくちゃになるという事態が発生したのです。この出来事は瞬く間に SNS で拡散され、集団痴漢だという批判が殺到しました。動画や画像がネット上で広まり、稲村亜美に抱きついた、触れた、痴漢したやつ絶対いるやろといった球児の投稿も見られました。この事態に多くの人々が衝撃を受けました。しかし稲村本人は事務所のウェブサイトを通じて痴漢行為を否定しました。彼女は次のように説明しています。選手たちが私の元に駆け寄り握手を求めてきたところに、参加選手の大半が流れ込んだことは事実で、私もバランスを崩してしまいましたが、私自身に怪我はなく押しつぶされたようなこともありません。ましてネットで一人歩きして書かれている異様なこと、痴漢行為はありませんでした。ただ騒ぎになって怪我をされた選手がいたみたいなので、それが残念です。この対応に対し、一部メディアは稲村の神対応として称賛しました。球児たちに対する疑惑を否定し、笑顔で対応した稲村の姿勢は多くの人々の心を打ちました。しかしこの評価には異論も出ています。2018年3月18日放送のサンデージャポンでは、この騒動が話題になりました。スタジオからは、似た状況でお尻を触られたことがある、囲まれるのは怖い、本人がなかったと言うならなかったことにしてあげた方がいいといったさまざまな意見が出されました。その中でタレントの杉村太蔵は異なる視点を提示しました。僕はね、今回のこれはね、神対応って称賛するのはちょっと違うんじゃないかなって思うんですよ。やっぱね、こういうのを称賛すると男性目線かなと思うわけよ。もしこれをねやったら、女性が囲まれてもニコニコしてなきゃいけないんじゃないかなと。そうしたことがセクハラやパワハラの声を上げづらいと、その延長線上が女性専用車両見たくなっちゃう。杉村の指摘は社会的に重要な問題を提起しています。痴漢行為や不快な状況に対して笑顔で流すことが正しい対応とされる風潮は、実際には被害者の声を抑圧することにつながる可能性があるのです。さらに杉村は、一括なんてできないですよという声に対して、いやいやでもね、そこまで言ってくれたら本当に良かったなと思いますと返しています。これは不適切な行為に対しては毅然とした態度で臨むべきだという考えを示しています。この問題に対する視聴者の反応も様々でした。本当にその通りだと思います。もし本当ならちゃんと処分してほしいです。もしまあ稲村さん本人は自分の立場を危うくする発言できないもんなぁといった声が上がりました。確かに数多くの始球式に呼ばれている稲村亜美の立場を考えると、
もし痴漢行為があったとしても指摘するのは難しいことなのかもしれません。彼女の仕事や評判に影響を与える可能性があるからです。この騒動はスポーツ界におけるジェンダーの問題も浮き彫りにしました。女性タレントが男性中心の場に登場することの是非、そしてそこで起こりうるトラブルへの対処方法など多くの課題が提起されました。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。